サクユレット、RSA サクユレットは、RSA セキュリティが開発したネットワークリソースに対するを行うための認証機構である。RSA サクユレットは、コンピューターユーザーに割り当てられ、内蔵した時計と工場出荷時に生成されたシードレコード、ランダムな一種の鍵。通常 ASCII 形式ファイルで提供されているをもとに、通常は30秒。 または60秒の一定間隔にワンタイムパスワードである認証コードを生成するセキュリティトークンを用いた認証機構である。トークンには表示部を持った小さな携帯用機器、最近では USB 接続可能なものもあるによるハードウェアタイプと PDA や携帯電話向けのソフトトークンと呼ばれるソフトウェアタイプののがある。シードレコードはトークンごとに異なり、 トークンが購入された段階で認証を受ける環境の RSA 作油レッド専用認証サーバーに読み込まれる。サーバーの正式名称は RSA オーセンティケーションマネージャーで、旧称は ACE サーバーである。シードレコードは基本的に128ビット長である。再認証コード生成までの間隔を30秒ごとに設定した導入例も見られる。 ハードウェアトークンはリバースエンジニアリングをかけられないよう考慮した設計が採用されているが、あるセキュリティコミュニティによって RSA 削油レットをソフトウェアだけで揺レートするプログラムが開発されていることが確認されている。しかし、このソフトウェアを用いてなりすましを成功させるには、その時点で対象ユーザー向けに有効にインストールされている。 ドレコードを入手する必要がある。このシードレコードを入手するには、RSA 作ユレット専用認証サーバーにアクセスするか、他の記憶メディア上にコピーされたものを持ち出す必要があり、エミュレートプログラムの開発者も内容を推測することは困難だろうとコメントしている。RSA 作ユレット認証スキームにおいて、シードレコードはワンタイムパスワード生成に用いる秘密鍵ある。 ソフトトークンはイタンパー性を持ったハードウェアトークンに実装されているものと同じアルゴリズムを持っているに過ぎないソフトトークンではハードウェアトークンと異なり OTP 生成時にローカル環境にシードレコードが必要なためシードレコードが導入時にクライアントコンピューターにファイル形式で配布れるハードウェアトークンの最新モデルの中には USB 接続端子を持ち よりデジタル証明書をより安全に格納するためのとして利用できるものもある。ネットワークリソースに対して認証を受けるユーザーは、とその時点で RSA 作ユレットトークン上に表示されている認証コードの両方を入りする必要がある。ただし、ピンを用いず認証コードのみを用いて認証するシステムも構築でき、実際の事例も存在する。 RSA 作ユレット専用認証サーバーは実際の時刻と一致した時計と有効なカードと対応するシードレコードの一覧を内蔵しておりユーザーから認証請求が来るとその時刻にトークンに表示されているはずの数字を計算しユーザーが入力した数字と比較する両者が一致すればアクセスを許可し一致しなければ拒否する RSA 作ユレットは ネットワークに強固なセキュリティレイヤーを追加する。しかし、一般に時刻同期型のトークンでは、認証サーバーの時計と認証トークンの時計の同期が取れていない場合、問題が生じることが予想される。このような場合、RSA 削ユレット専用認証サーバーには、ユーザーに影響を与えないよう自動的に時計のズレを修正する機能が用意されている。また、 RSA ク油レット専用認証サーバーとトークンを手動で再同期させることもできる。IDC によれば RSA ク油レットは現在市場の70%を占め2500万個以上のトークンがこれまでに生産されている。のなどの競合企業が同様のセキュリティトークンを製造している。RSA セキュリティはサンディスク、モトローラ、ブロードコム、 ブラックベリーなどのデバイスメーカーと提携し、USB フラッシュメモリを内蔵した機器や、携帯電話などの日常を用いる機器に削油レットのソフトウェアを組み込むことで、コストとユーザーが携帯しなければならない機器の数を減らすための指キタス認証という運動を推進している。矢のような他のネットワーク認証システムでは、専用のハードウェアトークンを必要としない。 何かしら持っているものを使った認証レベルを提供しようと試みている。RSA 作ユレットをはじめとするワンタイムパスワードを生成するセキュリティトークン製品はパスワード再生攻撃に対する一定の防御策を講じているが、中間者攻撃と呼ばれる攻撃モデルに対する防御策は不十分な可能性がある。 ユーザーとサーバーの間の認証データフローを操作できる攻撃者を想定した中間者攻撃モデルでは攻撃者はあたかも特定のユーザーであるかのように巧みに装い認証情報を彼らのサーバーに転送することが理論上は可能である。その上でもしも攻撃者が新たな認証コードが有効になるまでの間正当なユーザーがサーバーから認証を受けることを妨げることができれば 彼らは転送された情報を使ってログインする子ができることになる。認証サーバーは1万12つの有効なクレデンシャルが同じ時間帯に提示された場合、いずれの認証要求も拒否することでパスワード盗聴や同時ログインを阻止しようする。しかし、もしも攻撃者が正当なユーザーから認証を受ける能力を奪ってしまえば、 認証サーバーは認証を受けようとしているユーザーが正当なユーザーだと判断し、それ以降の認証を許可してしまう。この攻撃モデルに対しては TLS のような暗号を活用した認証機構を採用することでセキュリティ強度を改善することができる。ソフトトークンはより利便性に優れているが、ソフトトークンにはソフトトークンの特性と整合しない、 ハードトークン向けのしか実装されていないため、シードレコードのを複製されて、なりすましを許す、潜在的な脆弱性があるという専門家の指摘も、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。